阪日帰り食べ歩きなので大本命をどんどん回っていきたいと思います。地下で前から食べてみたかったやつを食べに行きます。安い。はい、紅生姜。ありがとうございます。これも良かった、だし生姜美味しいです。本当、どれがだしが美味しいって。お野菜系。お野菜系。青と紅生姜が大丈夫。ソースです。魚介系はポン酢とかお塩です。あ、はい、ありがとうございます。そう、全部パーク入るなって言うんですよ。
サガシャ出てる。はい。何でサガシャ出てる。あ、シアゴチャンネル。はい。あ、はい。これですね。すごいな。登録したい、登録。から向かうのは視聴者さんにおすすめしてもらったお寿司屋さんです。大阪で食べるもので悩んだのがちゃんこ鍋とあとお寿司、もともと寿司の助っていうところに行こうと思ってたんですけど、急遽 DM で来たおすすめの方に変更しました。前に大阪に来た時はこんなものばっかり食べてたんですけど、お寿司もコスパが良くて、しかも本格的なお店が結構多いみたいなので、今日はお寿司にしてみます。隣もお寿司でも、今回行くのはここです。ありがとうございます。
20番さんです。ああ、サービスだし1丁、あとで20番さんです。ああ広くなったな。マイナスです。美味しかった。本当これは何度も言うんですけど、視聴者さんのおすすめは間違いがないっていうことが分かりました。初めて大阪に来た頃は結構うまく回れなかったりしたんですけど、だんだん少しずつ地元の人が行くお店が分かってきて楽しめてます。では今から新大阪の方に向かいます。新大阪を出ますと次は京都に停まります。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも更新していくので、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。